東北旅歩き思い出シリーズ、今回は青森県弘前市内にある来来軒です。思い出シリーズは過去に食べ歩きをしたお店や料理を紹介する動画です。登場するメニューは当時の金額のまま掲載しますが、当時の記録としてご覧ください。また料理についても内容が変更されている場合もありますので、こちらも当時の記録としてご覧ください。最初に当時のメニューをご覧ください。難しい漢字が並んでいますが、現在は読みやすく改善されているようです。それではスタートです。全部で17種類の料理を紹介します。最初は麺類からです。1品目はラーメンです。こちらのお店の麺類は細縮れ麺でした。2品目はチャーシュー麺です。固めのチャーシューが美味しかったです。3品目は麻婆ラーメンです。豆腐のボリューム感があって良かったです。4品目はジャジャラーメンです。辛いラーメンが大丈夫な方向けのラーメンです。5品目はカニ玉ラーメンです。見た目と違い美味しいラーメンです。6品目は広東麺です。あんかけが麺に絡み美味しいです。7品目は豚肉の細切りラーメンです。8品目は野菜ラーメンです。体に優しいラーメンですね。9品目は五目ラーメンです。見た目がえぐいですが味は美味しいラーメンです。10品目は五目ワンタン麺です。ツルツルのワンタンが美味しいですね。11品目はエビラーメンです。この中で一番好きなラーメンです。12品目は味噌ラーメンです。13品目はワンタン麺です。続いてご飯類からです。14品目は中華飯です。15品目はカニ卵飯です。16品目はエビのあんかけご飯です。最後17品目はライスでした。全部で17種類の料理の紹介でした。そういえばこの動画を作成しながら仕事帰りに夕食を食べに立ち寄っていたことを思い出しました。お店の詳細はご覧の通りです。営業時間の変更にご注意ください。最後に東北食べ歩きからのお願いです。思い出シリーズは過去の情報をご覧いただいています。メニューの内容や料金はすでに変更されていますのでご注意ください。最後までご覧いただきありがとうございました。